ね、あの写真撮影になるとマイクを手放さなきゃいけないので、マイク手放して話すといろいろ良くないと思うので、あの本当にご来場の皆様本当にありがとうございます。本編どうか楽しんでいただけます、楽しんでいただける内容になっておりますので、どうかどうか楽しんでいただきたいと思う室強でございます。どうか皆様今日も素敵な夜をお過ごしください。室強さん代表してメッセージをお願いいたします。はい、代表を任されました皆さん、室強でございます。分かってまして、よろしくお願いします。2021年12月17日にボスベビーファミリーミッションが公開されます。いろいろあった2021年でございます。これからも何が起こるか分からない時代は続くと思いますが、この12月は映画館が 100% の状態で見れる可能性が高いと思います。どうか皆様2021年残りのミッションの中にボスベビーを見るというのを一つ入れていただけたら嬉しいなと思います。2021年最後に見るには、この年に見るにはとてもいい内容雰囲気、映画になっております。誰かを思ったり、家族を思ったり、誰かを助けたり、救いの手を差し伸べたり、それに助けてもらう人がいたり、それでなんだかやっぱり人って、誰かがいないと、誰かがいるからできることもあるんだよなと思わせてくれる映画です。しかも、まあ、わんちゃか楽しくやっておりますので、基本的に気楽にご家族でカップルで、お友達といとこと急に知り合った誰かととにかくとにもかくにも誰かと見に行ってほしいなと思います。また皆さん、ボスベイビーどうか、2021年ボスベイビーをどうかよろしくお願いします。どうか見てください。本日は本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。以上をしましてトークセッションは終了いたします。良き年内を楽しく、頑張りすぎず、うまい具合にサボって過ごしてください。さあ、それではこの後は写真撮影になりますので、いた皆様あちらでお待ちください。はい、準備が整い次第お呼びします。ありがとうございました。ありがとうございました。写真撮影になるとマイクを手放さなきゃいけないので、マイク手放して話すといろいろ良くないと思うので、あの本当にご来場の皆様本当にありがとうございます。本編どうか楽しんでいただけます、楽しんでいただける内容になっておりますので、どうか楽しんでいただきたいと思う室強でございます。どうか皆様今日も素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあ上手サイドですね、この下手の2列目の方、どんどん行っちゃいますね。